ぶちせか。みんな楽しいショーの始まりだよ。それではイッツショータ。ルイドージ博士、町に巨大怪獣キグルミが出現。ネネコ君、ペガサスザシャイニング、ネネンガー V で発進だ。了解。うわははフェニックスワンダーランドはエムーのものだもん。さようでございます。みんな大きな声でネネンガーを呼ぼう。せーの、ネネンガー。ネネン、証拠りもなく現れたな、エムーにキグルミ。ランドの平和はこのペガサスザシャイニングが守る。うー、いけキグルミ。かしこまりました。ネネコ、華麗にターンで避けろ。トリプルアクセル。今度はこちらから行くぞ、ネネンガービーム。ビームは危ないからダメ。何？ジャパーチ。やるね、ネネンガー。こうなったら、とっておきの必殺技行くむ。ならばこちらも。待ちたまえ、ペガサス君、空を見ろ。あれは隕石？なんて大きさ。あんなのが落ちたらワンダーランドは。行くぞ、ネネンガー。ネネンガ、何のつもりだブ。あの隕石が落ちたらワンダーランドどころか地球までバラバラだ。それは困るブ。俺はペガサス・ザ・シャイニング。こんな隕石俺とネネンガが吹き飛ばしてみせる。ネネコ、もっと力は出ないのか。無理、これが限界。キグルミ M、 なぜ。私だってフェニックス・ワンダーランド大好きな気持ちは負けないブ。よし M、 行くぞ。みんな大きな声でネネンガーたちを応援しよう。せーの、頑張れ。ペガサスとエムーのおかげで地球とワンダーランドの平和は守られたのでした。ネネンガーとキグルミーがどうなったか、それはまた次回のショーで。